ハローワールド、メジャー YouTuber。あ、ちょっとお腹が、あー、月からピーナッツ。オパキューです。はい、トゥデイは、修学館高校時代に、思い出に残るほどきつかった練習メニュー。はい、じゃあ早速紹介していきますが、これはね、同級生に結構、聞いたんですよ。他にもきつかったメニューとか、思い出に残るメニューっていうのは他にもまだあると思うんですけれど、今回ね、全部で、6個ぐらい、6ジャンルに分けて、紹介していきます。で、あくまでこれは僕らの代ということで、はい。今はもうだいぶ色々変わっているので、あくまで本当僕らの代のことをちょっとね、はい、紹介していきます。はい、じゃあ、一つ目。バーン。体育館の綱登り。これはもう、きついというよりは、怖い。うん。もう、高すぎる。多分、あれ15メートルぐらいあるんじゃないかな。床から天井まで。めっちゃ怖い。バスケットゴールが半分ぐらい。その倍。やばいよね。けど、もう、これはもうやるしかないと思って、いつからかほんと、登るようになったんですよ。ただね、もうほんとプルプルする。めちゃくちゃプルプルする。でも、下向いたら終わりだから、もう、ひたすら上向いてこうやってこう登っていって、やばいやばいやばい、もうスピード勝負、スピード。全部スピード。そんな感じ。で、ビャーって降りたら、やばいから、ゆっくり。そこがもうね、もうでも終わった時の達成感は半端じゃなかったです。はい。じゃあこれ一つ目ね。はい、じゃあ、二つ目。本坊式下半身強化。これは、当時、本坊先生というコーチの方がいらっしゃって、鹿児島実業高校。出身だったんですよ。で、鹿児島実業高校やってたことを、やってたんですけど、まあ、これやったら、3日間ぐらい多分筋肉痛抜けないような下半身強化。10キロの重りを持ちます。ベース一周をこう、いろんな面でこう回っていくっていうやつで、これが、もうきつい。冬練でも絶対やってたようなメニューですね。きつかったなあれは。うん。これは2つ目ですね。で、3つ目。これは、罰ゲームのメリーゴーランド。泣くと思うでしょ。メリーゴーランド聞くと。ね。これはね、練習メニューの最後のランニングメニューでリレーとかあるんですよ。リレーとかしたり、円のリレーとか、直線のリレーとかいろんな競争系のメニューやって、で、最後に残った人たちでメリーゴーランド。こう手繋いで、1、2、3みたいな方。右に20回行ったら次左に19回行って、まあ、20から0とか、数字は、もう、監督とかコーチのその時の気分次第。もう、1、2、3、4、5とか言って、で次反対側に、1、2、3、4って、もう0になるまで。これが、まあ、きつい。練習メニューというのは罰ゲームの、メリーゴーランド。まあ、他の時はダイヤとか言ってるかもしれないですけど、まあ、きついね、これね。まあ、これが3つ。四つ目です。四つ目は、体幹やり直し。これはもう、体幹って結構、修学館結構やってたんですよ。まあ、友達に聞くと、やっぱり体幹っていうのは、みんな言ってて、足上げ腹筋とか、キープ系もいっぱいあってですね。あと数も結構多かったんですよ。100回とか、マジかよみたいな。100回、まあ5種目とか、いろんな何種目かあって、何セットかやって。やっぱ、下級生の子たちって、きつくなってくると、正しいフォームでできなくなってくるんですよ。で、その時に、ちゃんとやれってなって、まあ、できなかったら、やり直しとか。だと、数の数え方。これやばいよ。数の数え方が間違ったり、数えるペースがちょっと違ったりしたら、全員やり直し。連帯責任。だからもう、先輩たちおったら、まあ、たまらんね。ミストシンが、すいませんって。もう数えるのイップスになればよ、マジで。そうそう。まあ、でも、これたまらんかったね。もう終盤でまたやり直しってのは、またもうきつかった。ほんときつかった、あれは。やり直しはきつかったね。うん。5番目。ランメ。ランニングメニュー。ランニングメニューも、これは、いろんなメニューがあったんですけど、さっきも言ったようにリレーとかいっぱいあったんですけど、やっぱりこうみんながこう代表して言うのは、高校館前ダッシュってのがあるんですよ。高校館っていう、修学館のグラウンドのレフト側に、武道場みたいなとこあって、それ高校館って名前なんですよ。で、そこの、前を直線をダッシュするってのがあるんですよね。これさ、監督たちはホーム側にいるんですよ。丸見え。サボれない。そこひたすらダッシュとかね。あったんですよ、これ。まあ、怪我人とか、まあ、何かやらかした選手たち
が、そこでずっとダッシュしてるような感じです。次が、777段の階段、ダッシュ。これね、結構、雨の日が多かったかな。ロードワークって言って、学校から、片道どんぐらいあれ ?3、4キロあったかな ?3、4キロあったと思うんですけどね。で、行って、そしたら次、777段の階段待ってるんですよ。777。まあ、そこでも2往復がする時もあれば、登って、降りてまた帰ってくるっていう。まあ、だいたい1時間ちょっとぐらいかかったかな。まあ、これはきついというよりかは、なんかその、名物っていうような感じのランニングメニューでした。で、ランメニューの最後ね、これはもう、多分みんな言ってます。朝練の一中ラン。八代第一中学校であるんですよ。中学館、八代東高校、一中、八代第一中。で、こっちからスタートしてぐーっと回ってくるような感じで、まあ、11分台で走ったら早い方。まあ、3キロぐらいかな。もうちょいかな。あんま距離覚えてないんですけど、朝、寝起きからそれを走るんですよ。タイム切りとか。これも、きつかったっすね。まあ、だから夕方走る一中ランと、朝走る一中ランが、全然きつさが違うんですよ。これは、横浜 DNA ベイスターズの国吉さん。僕の二つ上の先輩なんですけれど、国吉さんも、その一中ランのことを言ってました。朝起きれんかったって。で、ランニングメニューは終わり。で、最後、風練限定なんですけど、これも、朝練のプール。これはもう、今はもうないんですよ、プールはもう。朝5時起き。もうやつしろって盆地だからめっちゃ寒いんですよ。そんなか10分ちょんチャリこぎながらプールまで行って、そっからまあ、窓閉め切り。まあ、泳いだり、走ったり。もう、苦しいんですよ、これ。みんなむせるし。出るもんも出んす、これは。まあ、きつかったっす。で、最後またこう、競争するんですよ。で、最後の方に残ってると、学校に遅刻仕掛けるんで、朝飯もバタバタしちゃうから、みんな本気で勝ちに行く。少々ズルしても勝ちに行くっていうような朝練プールでした。今思ったらね、きつかったっすわ。だからもう一回戻りたいかって言われたら戻りたくないですね。まあ懐かしいですね。でも他にもいろんなメニューがあったんで、まあ思い出せてないだけかもしれないですけど、まあこの辺は大体みんな思い出に残ってるのメニューです。で、今はどうなってるかわかりませんけど、いい練習をしてたくさんパワーをつけて、また甲子園で中学館高校野球部を見れる日を楽しみにしております。それでは、今日は思い出に残るほどきつかった練習メニューの紹介でした。中学館高校のね。バイ。バイキュー。高校野球、楽しんでください。おぱしんじょい。おぱぱ、おぱぱ、おぱぱ、おぱきゅー。おぱおぱおぱきゅきゅきゅののの きゅおぱぱおぱぱおぱぱおぱきゅおぱおぱおぱきゅきゅきゅののの きゅいいさこのくらいでいいさやらなくてもこれからさ何曜日でもぐっと増えるかなシャララシャララオパキューシャラララシャラオパキューシャラララシャラララオパキューすぐにお腹鳴るシャラララシャラララオパキューシャラララシャラオパキューシャラララシャラララオパキューすぐに眠くなるチャンネル登録でオパと握手。